ごきげんよう。宇宙天の川銀河太陽系大三惑星地球、日本の東京に住んでいるスイカメです。本日の動画はこちら。スイカメちゃんと日本語遊びの動画だよ。似ているひらがな、正解はどっちだパート2の動画だよ。 まずは例題をやってみましょう。ここにね、問題が出ています。はい。この四角の中に何の文字が入りますかという問題なのですが、今回は似ているひらがな何と何かというと、まずは、あですね。と、目です。はい。似ていると思いませんかあと目。 こっちが、あですね。こっちが、めですね。横棒が一歩多い方が、あということになっております。はい。ということで、今回はこの、あと、めが、どちらか一個ずつ入ります。さあ、どちらでしょううん。一応ね、ヒントを出してあります。はい。ちょっと黒くは乗りませんでしたが、これは虫さんですね。こっちはね、料理です。はい。わかったでしょうかではね、答え入れていきますよ。 これ、何かというと、はい。わかったらね、ぜひ、言ってみてください。はい。あり、ね、ありさんでした。ね、上にはあが入ります。では、下は、残った、まあ、目ですね、になってしまうんですけども、はい。下はね、目玉焼き。はい。 ありと目玉焼きでございました。このようにしてね、似たひらがなを出していくので、どっちに入るかなというね、問題が出てきます。ぜひやってみてください。スイカメチャンネルです。それでは早速第一問です。やっていきましょう。はい、四角にね、 とっても似ているひらがなが入ります。さあ、この絵がヒントになっております。まず二つのひらがな出していきますよ。一つ目は、これです。い、ね。いというひらがなです。そしてこのいに似ているひらがな、何かというと、これです。り、ね。いとりでございます。似てませんか 結構似てませんかはい。二画目のここがね、まっすぐ長ーくなるとね、理になるわけです。はい。それではね、こちら見ていきましょう。丸一番が四角にぬと書かれています。これら動物さんですね。そして丸二番はきゅうなんとかです。はい。こちら四角にいいか、りのどちらかが入ります。さあ、わかったでしょうかね、答えいってみましょう。 まず、丸一。これはね、何だったかというと、ワンワン。そうです。よいしょ。犬さんですね。犬が正解でございました。はい。丸二番はこれね、緑のね、お野菜ですね。きゅうり。はい。きゅうり。ね。りが入りました。いとり、似ています。いの方がね、二角目が短くて、りはね、長い。 になっております。似ているのでね、ぜひ頑張って覚えてみましょう。次に行きます。はい、それではね、お次は第2問です。こちらを見てください。ね、丸一番、四角、ま、うまですね。はい。2番、か、四角、めとなっております。はい、こちら、ヒントですね。似ているひらがな、なんでしょうか。では、書いていきますよ。まずはこちらです。 はい、これです。これは、し、ね。しというひらがなです。そしてこのしに似ているひらがな、あります。ここまでは同じなんですが、この後横線を引きます。こちらは、もというひらがなです。似てますよね。はい。これら二つがどちらか、一番か二番に入ります。さあ、どちらでしょう。ね。こちらは、動物の仲間。はい、動物です。はい。そして、こちらは、 鳥です、ね。鳥の仲間となっております。はい。さあ、わかったでしょうか言葉に出してみるとね、どっちかを入れて言葉に出してみるとわかるかもしれません。さあ、答えいってみますよ。一番の正解はというと、はい。こちらは、しまうま。はい。しまうまさんでございました。もまうまってないもんね。しまうまが正解です。では2番、ね、二番。ね か、も、め、ね、かもめ、かもめさんでした。はい。かしめっていうのもあんまりない、聞かないかなと思いますのでね。はい。しまうまさんとかもめさんでございました。似ているのでね。ね。こっち、しはそのまま一本ですね。はい。もの方は横に二本つくともになります。はい。似ているので気をつけて覚えましょう。 はい。それではね、第3問でございます。1番が上、ね、2番が下。さあ、四角には何のひらがなが入るのでしょうか。ヒントはこちらにあります。まずはね、ひらがな書いていきますよ。2つ。はい。似ているひらがな今回は。はい。こちら。にですね。にというひらがなと、はい。こちらに似ている。はい。け。 というひらがなでございます。こっちが2ね。はい。そして、こちらが、K となっております。すごい似てるんですよね。2画目まではほぼ一緒。ちょっと違うんですけど、うん。3画目に、下のね、横に来るか、ね、縦に入るかっていうことでね、2と、K というね、2文字を出してみました。はい。1番、2番ね。言いながら読んでみると、わかるかもね。入れてみると、 わかるかもしれません。はい。ね、こちらね。ヒントを言っていくと、丸一の方はね、昔ながらのね、おもちゃになっております。最近マッコーンがね、とてもハマっております。はい。下の方はですね、こちら、お野菜ですね。はい。そうだな、薬味として使われる方が多いかもしれないですね。そのまま食べるっていうよりはね。はい。では、 ねどっちに入るか分かったでしょうか答え合わせしていきますよ。正解は1番。ね、これが何かというと、はい、どちらが入るのかというと、こっちです。はい、け、んだ、ま、はい、けん玉というね、おもちゃでございます。はい、そして2番目、これは、にん、にく、はい、にんにくでした。 みんな食べたことあるかなね。料理にはね、結構入ってるんですよ。はい。けん玉、にんにく、けとにでございました。わかったかなはい。それでは続きまして、第4問やっていきましょう。はい。四角に入る、似た、ひらがな見ていきます。まずね、二つ出していきますね。はい。はじめはこちら。はい。 目というひらがなです。はい。目というひらがなです。はい。こちらに似た字があるんですね。はい。もう一つの方はどういうのかというと、ぬというひらがなです。すごく似てますよね。目とぬですね。ぬの方はくるんって最後になりますね。はい。とっても似てます。はい。では、このね、二つ、どちらに入るのでしょうか。上側はね、 四角、がね、となっていて、これ、上のね、この絵がヒントです。はい、下は手、手四角、ぐい、となっていてね、これ。ね、こちらがヒントになっているんですけど、これはちょっと絵だ、絵だけだとね、難しいかもしれないので。もうちょっと詳しく言うとですね、えっ、ー、と、汗を拭くときに使う、あのー、布です。はい。そうです。布です。で、ね、昔からこういう言い方でね、使われている布があります。ということでね、はい。 メカ、ぬかさあ、どちらが入るのでしょうか。ね、声に出して四角にね、文字を入れて読んでみると分かりやすいかもしれません。はい。ね、もしかしたらね、使っている子がね、いるかもしれないですね。こちらなんか。はい。では、答えいってみましょうか。はい。一番。四角に入るのは、メカ、ぬかどちらかというと、はい。うーん。 こちらでしたはい。メガネ。メガネというものでした。はい。そして、丸2番は、て、くるっとなって、ぬーぐい。はい。手ぬぐいというものです。はい。もしかしたら知らない子がね、いたかもしれません。ね、手ぬぐいってどんなものなのって言ってね、聞いてみるといいかもしれません。はい。それでは次に行きます。 はい。それでは今回のラスト問題、第5問です。見てみましょう。はい。ね。絵はこちらと、こちらがヒントになっております。四角うそくとあわがえ、なんとかね。ですね。はい。二つの似ているひらがな、何かを書いていきます。まずはこちらです。はい、これ。ろというひらがなです。 ろでございます。はい。ろ、言ってみてね。ろ。<laughs> もう一個の方は、はい、こちら。るというひらがなです。るですね。すごく似てませんかはい。これね、丸がない方。丸がある方。るの方がね、丸があります。はい。すごく似てます。ろとるです。これはね、間違えちゃいますよね。 頑張って覚えましょう。丸がくるんとなっている方がるでございます。さあ、ではね、1番、2番、どちらかのひらがなが入りますよ。ね、みんな知っているものはあるでしょうかはい。それではね、答え書いていきます。1番。これが何かというとね、これは、こっちが入る。ろうそくとか言ってろうそくと読みますね。はい、ろうそく。火をつけてね、明かりを。 つけるための道具として使うものです。ろうそくですね。はい。そして、丸二番。あまがえるですね。カエルの仲間。ね。カエルさんです。種類ですね。あまがえるというね。カエルさんがいます。ロとる。とっても似てますよね。他にも、ひらがな。ね。たくさん似たものがあるんです。もしよかったら、みんな探してみてね。 それでは今回はここまでです。最後まで見てくださってどうもありがとうございました。お疲れ様でした。よろしかったらまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。はい、それでは第2問です。こちらを見てください。1番2番。2番。最後まで見てくれてどうもありがとうございました。 よかったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、別の動画でお会いしましょう。わははー